ブル杯予選森保ジャパン分析した結果、中国代表超守備的戦術へ。9月5日に日本代表とアウェーでダブル杯予選を戦う中国代表は、勝ち点奪取のために韓国戦の試合を分析。中国メディアはドローで勝ち点1を獲得する超守備的戦術で挑むと報じた。韓国代表を仮想日本代表とし分析を行っている中国代表だが、24日の段階ですでに代表合宿をスタートさせており、準備は整っている模様。韓国と日本の戦術スタイルは違うが、両チームともアジア最高と認められている。日本の技術的優位が一層目立つため、アウェーということもあり守備にもっと集中するのが賢明だ。と中国メディアは報じており、0-0のスコアレスに持ち込む方針だという。の守りに来た中国を崩すなら、日本が誇る両ウイング三笘伊藤を最大限活用した速攻が有効ではなかろうか。伊藤が復帰するだろうから両サイドからの攻撃は防げないだろう。しかも中央に久保とくれば相手は反則しないと止められないかも。怪我させられそうで心配。今シーズンも始まったばかりだし、こういう試合で怪我だけはしないでほしい。韓国戦を参考にって、韓国と日本が同じ戦術レベルだと思われてるってことか。韓国相手に0-1でしのげたんだから、守備を工夫すれば0点に抑えられるとは思わないでしょ。中国の日本対策はもう少しまともなはず、だと思いたい。作戦としては現実的でそれしかないと思われるが、韓国戦を日本との試合の参考にした時点で戦術としてずれてるね。守備固めて守りきれるほど、日本の攻撃陣は甘くないと思うがな。久保に切り裂かれて終わりそう。伊藤純也が待ち遠しい。